はい、お願いします。うわ、すごいですね、これ。これやっぱ免許的にはどうなんですかね。バイクの免許で。バイクで行けるの？そうだ、メットもいらないんですよ。メットもいらない。一応ね。はい。自動と車輪入りっていうのが、ね、そういう、はい、タイプになるんで。いいっすね。だからこれ本当にね、バイクの免許でいいんですか。バイクの免許で。原付じゃダメだね。あ、原付でも大丈夫ですよ、これ。原付で行ける、ね、すごい。電気なんで、もう一周しますね。もう一周、あ、もう一周行く、うん、もう一周。ちょっとお客さんいなかったんで、特別に次はあっちもだから乗ってみてください。はい、また違うんですね。違うと思います。じゃあ向こうに今度行ってますかね。おお、いいね。よ、あの転んだりしないもんね、これ。そうですね、三輪車なんで、うん、結構安定はしてるんで。はいはい。いや、これはどういう企画なんですか、今日は。あ、今日はだ、たまたまその25周年のうちのね、その駅のイベントに合わせて、はい、うちのもね、一応商工会のあれで。あ、商工会でね。その集客でお客が来たら、その、はいはいはい、もちろんね、やっぱその知ってもらおうと、はい、いやー、気持ちよかったですね。いくらぐらいするんですか。これだから今トータルで今その3、400万は一応買い取ってきて、だから別に売るのも目的でやってる、ね、ああ、そっかそっかそっか、なるほど、ありがとうございました。どうも。またあの11月にもイベントやってるんで、もしかしたら、はい、証拠はあの観光会館で、はい、ありがとうございます。どうも。じゃあ今度こっち行け。これまさか発電しながらプロペラで。そうですよ。素晴らしい。じゃあ今日風見強いからちょうどいいですね。じゃじゃーん、2人乗り、3人乗りですかね。乗ってもいいですか。じゃじゃーん。でも発電なんていうとかなり負荷かかりそうだけど。本当にちょっとですけどね。あ、ちょっとバックはしないんだよね。バックもします。え、すごい。じゃあ車並みじゃないですか。そうですね。え、それで原付でいいんですか。これ原付だっけな、普通の自動車免許だと思う。あ、普通の自動車免許ですか。うん。あ、いいな。うお、早いねこれ。ナンバープレートもついてるじゃないですか。そうですね。え、どこの企業さんなんですか。あの地元でいろんなところが集まって、ああ、だから一社じゃないですよね。そういうことですか。でそれぞれ板金屋さん、はい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 、かなりかかってるって聞いたんですけど。そうですね。時間もお金も多分。そうだね。いやー、気持ちいいな。すごいすごい、発電もしてるってことですね。そうですね。これでちょっと航続距離が伸びるです。ああ、わずかね。わずか。でもそれがね、アイディアだもんね。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、どうも、すいません。ちゃんとね、ブレーキ、サイドブレーキですね。そうですね。ありがとうございました。下にも一応ついてます。あ、本当だ。これネットに乗っけてもいいですか。大丈夫だよね。ありがとうございます。トラスかなんかですかね。はい。はい。